母島水産業再生委員会事務局を務めます小笠原母島漁業協同組合の鮎川です。この度は漁業の活性化に向けた取り組み、東京都最果ての島の挑戦と題しまして、私たちの取り組みについてご紹介させていただきます。まず私たちが取り組みを行っている母島についてご紹介いたします。母島は東京都心から南南東へ約1050キロに位置しており、面積約20平方キロメートルほどの小さな島です。都心から島への移動は週に1便の定期船による船での移動のみで、東京港竹芝桟橋から出港する小笠原丸に乗り込み、24時間父島に着いた後、母島丸へと乗り継ぎ、さらに2時間の計26時間の船旅の末にたどり着く東京都最果ての有人島です。父島とともに小笠原村に所属しています。亜熱帯に属しているため、年間を通じて温暖で平均気温は23度前後と過ごしやすく、国産カカオの生産地としても有名です。東洋のガラカボスとも呼ばれ、島の誕生以来一度も大陸とつながったことがないことから固有種が多く、平成23年には世界自然遺産に登録され、島の多くが世界遺産地区となっています。居住区が小さいことから、島民は276世帯460人と限られており、島民のほとんどが顔見知りという人とのつながりがとても濃い島です。母島での漁業を語る上で重要なのが島組合の歴史です。母島の漁業者は太平洋戦争下の強制疎開により、その後およそ30年の空白期間を経験した後、小笠原島漁業協同組合の母島支部として昭和49年に起動を果たします。昭和55年に小笠原島漁業協同組合から分離独立し、現在の小笠原母島漁業協同組合が設立されます。その間には台湾船による宝石サンゴの密漁被害等により、浜台などの漁場が荒廃し、この当時から漁業者は非常に苦しい経営を強いられてきました。台湾漁船による影響も落ち着き、その被害も漁業者の記憶から薄れ始めた平成26年に、記憶にも新しい中国漁船による宝石サンゴの密漁被害が発生します。中国漁船の強引な操業により、再び海底地形の鈍化や放置漁具等の影響を受け、またも漁場の荒廃を経験することとなりました。現在は国の支援等を受けながら漁具の回収に取り組み、漁場の再生に向け励んでいます。さまざまな困難に直面しながらも漁業活動を続け、現在当漁協では組合員27名19隻の漁船が所属しています。続いて母島の漁業について説明いたします。最も盛んな漁法は縦縄漁業といわれるメカジキやメバチ等の大型魚を対象とした漁法です。いわゆる旗流し漁にあたるもので、漁具を流しながら深場にいるメカジキやメバチ、ソデイカ等を漁獲します。続いて盛んな漁法は浜鯛やハタ類を対象とした底魚一本釣り漁業といわれる釣り漁業です。胴付き仕掛けを水深300メートル前後に沈め、高級魚とされる浜鯛やヒメダイ、ハタ類を漁獲しています。以上が母島における2大漁法となりますが、その他の漁法としまして、伝統的な島寿司に使われるカマスサワラを対象とした引き縄漁業や、小笠原固有の大型伊勢エビ、赤伊勢エビを対象とした伊勢エビ漁業もわずかではありますが行われています。党再生委員会は現在第2期浜プランの計画期間となっておりますが、本日は第1期の取り組みについてご紹介いたします。本プランではまず漁業収入の向上として3テーマ、漁業コストの削減として4テーマを挙げ、所得の向上に向け取り組みを行いました。当地域の浜プラン策定の背景としまして、小笠原母島漁協では漁業者の高齢化や
後継者の育成が進まなかったことにより、年々水揚げ量や水揚げ額が減少傾向にありました。また、主な漁獲対象が高級魚となることから、需要も少なく、漁価の底上げもできず、漁業関係者のやる気はそがれる一方でした。こうして漁業者や漁協は厳しい経営を強いられたことから、現状の改善に向けた取り組みが必要だという声が漁業者等から漏れ聞こえるようになりました。そうした時に、卸から一本の電話をもらいます。島から出荷した2のうち、アルミ製魚箱の氷がなくなっており、品質が悪いというクレームが入りました。漁協では出荷時の鮮度保持のため、冷凍冷蔵コンテナを導入し、長時間の輸送に耐えられる環境を整備していたため、この電話には正直困惑を隠せませんでした。こうしたことから、漁協内部で漁獲物の取り扱いについて見直すべきだという機運が高まり、浜プランの策定を通じて抜本的な体制の見直しを図ることとなりました。本日は当地区のプランに挙げる取り組みのうち、評価を受けました漁獲から出荷に至る出荷方法を改善し、漁獲物の高鮮度化による漁価向上及び母島で水揚げされる水産物の新たな料理開発等に取り組み、水産物の価値向上による島内消費量の拡大の2テーマについてご紹介いたします。ではアルミ製魚箱の欠点克服に向けた取り組みについてご説明いたします。漁協ではスロール箱と木箱、そしてアルミ製魚箱の3種類を魚種やサイズに合わせて使い分けています。まず皆さんもよく知るスチロール箱になりますが、特徴として保冷効果が高く、冷凍冷蔵コンテナの併用も鮮度保持に優れています。またサイズも小型から中型まで様々あり、魚種や魚体に合わせた様々な形状の選択ができます。一方、基本的に再利用ができず使い捨てとなるほか、石油原料に依存するため燃油高騰の影響を受けやすく、資材費は高くなります。続いて木箱になりますが、マグロ類やメカジキなどの中型から大型魚に使用します。こちらも冷凍冷蔵コンテナとの併用で十分に鮮度を保持することができ、また手作りのためスチロール箱の規格外となる中型から大型魚に使用できます。再利用できる反面、体積が大きく変装のコストが高いほか、手作りのため作成のコストもかかります。そしてアルミ製魚箱になりますが、こちらは中型から大型のマグロ類やメカジキを対象に使用しています。再利用ができ、資材コストの削減が図られるとともに、折りたたむことで一度に大量に移送することができ、木箱に比べ変装経費等の圧縮に貢献しています。一方、卸からの電話でも明らかになった通り、アルミという材質ゆえ熱伝導率が高く、冷凍冷蔵コンテナと併用しても氷が溶けやすいという欠点を抱えていました。浜プランではこの欠点の克服による鮮度向上に取り組みました。アルミは重量が軽く取り扱いやすさがありますが、一方で熱伝導率が高く外気温の影響を強く受け、冷凍冷蔵コンテナを併用しても氷の保持が困難となっていました。改良のためのコストがスチロール箱や木箱よりもかかってしまっては意味がないため、保冷能力やコスト面に注意しながら試行錯誤をした結果、スチロール板との組み合わせにより簡単に氷の保持ができるようになりました。こちらが従来の使用した様子で、こちらが改善後のものとなります。ではここで魚箱の組み立てや水揚げの実際の様子などをご覧ください。Thank you.
こちらは基準年の単価を 100% と見たときの年平均単価の増減率を見たものとなりますが、取り組みを開始した28年からすでに効果が現れ始め、29年にはメバチで 40% 以上も漁獲向上をすることができました。しかしその後、全国的な本マグロの水揚げの増加の影響や、令和元年末からのコロナウイルスの影響により単価が下落しました。取り組みの5年平均でメバチで 113.2%、メカジキで 103.3% の平均単価を向上することができました。続いて、地産地消の推進による水産物の価値向上の取り組みについてご紹介します。これまで母島で漁獲される鮮魚は、そのほとんどを島外へと出荷していました。これは漁獲対象となる魚種が比較的大型で、家庭や飲食店などで消費しきれないことから、島内での需要が少なかったことに起因します。その一方で、島民からは鮮魚を求める声が少なからずあり、そのニーズに応えるため、今回の浜プランを通じて一時加工を行い、島民が求める形に合わせた販売に挑戦いたしました。この結果、写真にもありますように、漁協売店の店頭に陳列すると、ほぼ同時に魚を買い求める島民が来店するなど、当初予想した以上に人気を集める結果となり、需要の掘り起こしにつながりました。令和2年度の鮮魚の島内販売量及び販売金額は、全体に占める1から 2% 程度とわずかとなっておりますが、島民からは小売りしてもらえて助かったという声をいただいており、取り組み継続の重要性を感じています。今後は島民のニーズを確認しながら、販売量を増強を図っていきたいと考えております。最後となりますが、島再生委員会では、現在第2期浜プランの計画期間に移行しています。今期のプランでは、前期の取り組みの継続及び強化とともに、漁業収入の向上では、新たに渡漁連との連携強化や漁業関連施設の施設整備のほか、後継者の確保、育成に取り組むこととしています。漁業コストの削減では、沖泊まり操業を推奨し、燃油消費量の削減や燃油高騰に関わる影響の緩和に取り組み、漁業所得の 10% 向上に向け邁進してまいります。以上で党再生委員会の取り組みの紹介を終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。